やる気、元気、たまき、霊感タロットのたまきのズバッと時事ネタトークです。こんにちは。はい、いつにも増してやる気、元気出して行っていきましょう。行っていきましょう。はい、今日のお題は、じゃん。岸田内閣の運勢、国民とか、あと自民党自体がね、今後どうなっていくのかっていうのを占おうと思います。はい、基本的に1日2本動画アップしているので、ぜひチェックをお願いいたします。リクエストいただく際は、結構かなりいろんなものを占っているので、一度検索していただくと結構占ってます、いろんなもの。で、個人鑑定の申し込み方法、動画概要欄とツイッターに書いてあります。で、ツイッターでは、今日の受付状況はこんな感じよみたいなの書いてあるので、ご覧になってお申し込みくださいませ。で、メンバーシップ特典、ね、毎週日曜日の朝に今週の運勢、毎週アップしてます。ぜひ、こちらもご検討くださいませ。はい。今日は長丁場になると思うので、2本に分けるか、それとも1本にして、一本の方が見やすいのかな、皆さん。40分くらいあっても。どうなんだろうね。30分、40分。長いと思うけど、一本の方がいいのかな、ちょっと。まあ、あと、それは後に考えるとして。はい。岸田内閣の1年間の運勢と、国民の運勢ね。それによる国民はどうなるかっていうのを、すっごい詳しく見るよ。ケルト十字法と、ホロスコープ法と、月別、1年の、1月、2月、3月とか、そういう月別で、1年間見てみます。なので、1つにつき3つずつ見るから、超詳しく見るよ。で、自民党はどうなるのか、良くなるのか、悪くなるのか、で、関係者、主要関係者の名前を挙げてみました。大丈夫かな？岸田さんと河野さん、高市さん、野田さん、今回のね、立候補者。で、二階さん、脅された二階さん。二階さんと、あと、石破さん、新次郎さん。ここも、実質的に、遠くに飛ばされた感があるよね。もう、新次郎氏も、なんか、多分、使われないよね。で、あと、安倍さん。安倍さん時代に戻ったね、みたいに完全にて、ワイドショーでは言ってますけど、安倍さん、麻生さん。麻生さんも入ってきてね、副総裁だっけ？甘利さんが幹事長だっけ？だよね。うん、の、国民に対する気持ちとか、信念の強さとか、やる気とか、だから、ポジティブだったら、我々に対してこう、頑張ってくれようとしてるんだな、みたいな、そういう感じで見ていこうと思います。あ、めっちゃ長そうでしょ？うん、頑張ります。はい。去年のさ、菅内閣が発足した時の動画を、ちょろっと結果の部分だけ見たら、死神が出てたね。なんか内容はいいのに、どうして最終結論が死神なんだろうって私がこう、疑問に語っていて、うん、今ならわかる。うん、一年で終わった。一年で停止したな。見事に、みたいな。うん、確かに死神だったわと思って。で、国民はね、菅内閣は最後に恋人のカードが出てて、よかったね。確かに、ああ、まとまりっていうか、どうだろうね。私は別に菅内閣、すごい悪かったと別に思ってない派だから、恋人が出てて、ああ、そうだったんだと思って、さあ、岸田内閣はどう出るでしょうか？ドキドキ。岸田内閣の1年間の運勢、まずケルト十字法でいきます。ケルト十字法は万能なやつですね。おー、ズバッと出ました。これは菅さんの時よりも結構あれな終わり方をするんじゃない？ちょっと。もっと短いってあり得る？どうかな？ちょっと総合的に悪いかな。やる気は満々なんだけどね。やる気満々、気持ちの部分はむちゃくちゃ明るいんだけど、最上級に明るいんだけど、ちょっとな、死神とタワーダブルで出たわ。菅さんの時ここに死神が出て、って思ってたんだけど、近い将来にもう出ちゃった。ちょっと、過去はまあいいか。過去フールの逆、無計画みたいなのが出てんのね。無知無計画。で、現在のところ、落ち着きがないのね。節制の逆を背景に、女強子の逆。なんか流れがいろいろ悪いの。何の流れだろう。なんか自制心がないとかさ、こう、慌てる感じを止められないみたいなね、両方こう感情的になっちゃって、菅さんの時も出なかったっけ？どうだっけ？うん、なんかね、冷静さとか知性とか、とにかくこう、落ち着く感じが見られないのね。なんかそわ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 してる。心がざわついて落ち着かないみたいな感じが現状なんですよ。今現在。落ち着かないみたいな。やる気はあるんだけどね。
で、近い将来ね、これ、だいたい2、3ヶ月後から、まあ長くても半年後くらいに、なるんだけど、死神なの。止まるのよ。何止まんの？怖っと思って。それよりさらに怖いタワー構えてんだけどね。で、ここ総合的なところ。岸田内閣の立場は戦車の逆を背景に月の逆。戦車の逆はなんか停止するとかね、暴走するとか。暴走は多分してないよね。むしろ時代が安倍さん時代に逆行したくらいの感じがあるけど、うん。そのくらいになんか戻って、それによってまあ、なんかやりたいことっていうか、この人事とかもなんか明確ではある。やりたいことは分かりやすいかもしれない。みんながこう、ね、内閣の官僚たちも、国民から見ても、こういうことをやりたいんだねって、こう、分かりやすい感じはする。だから環境が法王の逆。取り巻く環境。これ、モラルとかルールとか、マナーをね、守らないとか、もしくは、考え方が古すぎて、頭がカチカチで、こう、柔軟性がないとか、で、それによって孤立しちゃうようなカードなんですよ。取り巻く環境があまりよろしくないですね。人が古すぎるっていうことある？麻生さんは古いけどね。あと、福田さんの息子？福田さん三代だから、孫っていうか、息子っていうか、その人もなんかになったよね。まあ、なんか、古いものは確かにある。考え方が古すぎんのかな？なんだろうな。すごい革新的みたいな感じではないね、環境が。うん。で、可能性とか、なんか望みとか、こうなりたいなが、審判なので、結果出したいなーって望むんだけど、タワーですよ。タワー、トラブル、アクシデント、崩壊、バベルの塔ですね。なんだろう、これ内部から崩壊するのかな？なんだろうね。対策注意点はでも、なんとかやりようがあって、恋人なんです。人間関係から来るんだろうね。この崩壊は。だからこの崩壊を食い止めるためには、この原因となる人間関係をどうにかしとけよみたいな感じがする。誰が崩壊するの？二階さんが怒って崩壊でもさせるのかな？なんだろうね。河野さんかもしれないしね。広報担当にさせられたなんていうことだみたいな。降格じゃないか、降格人事じゃないかって、内部からおりゃーってなんか、判断的なことをするとかね。わかんないけどね。それぞれのな閣僚とかは、各閣僚については別動画にするけど、なのでちょっと気長に待ってほしいんですけれど、なんか内部の人間関係から崩壊しそうな感じがする。これは、1年以内で終わるかもね。ケルト十字超悪かったわ。じゃあ、ホロスコープ法。ズバッと出ました。うん、悪いな。そこはかとなく悪い感じがするね。全体的にパワーがあるかどうかっていうと、まあ、それはそこそこある。月の逆なので、また月の逆だね。うん。なんか、やりたいことは、うん、すごくわかりやすくて、うん、自分の進むべき道はすごいクリアになってる。でもその背景にあるのは、なんか、釣り人の逆なんだ。報われない。報われない。頑張っても無駄に終わっちゃう。報われない。なんだろうね。誰かが犠牲者になってるんだよ。誰かが犠牲になって、なんてこった。なんだろうね。うん。なんでこんな自分報われない役割してんだみたいな人がいる上でそれが成り立ってんのよ。はい。で、いけます。岸田内閣のそのもの、存在そのもの、マジシャンの逆なので、アイディア、感が冴えない。うん、だから、斬新なアイデアとか、革新的な新しい良いアイデアは生まれないかな？なんかこう、感が冴えないんだよな、みたいな、感が鈍いよね、みたいな感じがすると思う。で、パートナーって誰だろうね？公明党さん？公明党さんの、岸田内閣のパートナーがわかんないんだけど、リスナーさんわかるかな、パートナー。それがね、女強行の逆なのよ。非常に知性、理性を欠いています。パートナー運は悪いです。お金も悪い。岸田内閣。これは動くお金、こっちは動かないお金。太陽の逆、陰者の逆なので。そう、財政は苦しいかなって。知性とかね、教養の部分は力なのでいいです。基礎的な知識、なんか知識とか教養みたいな。だがしかし、高度な学問とか専門的な分野が、恋人の逆なので、
分裂してますね。なんだろう、高度ななんか専門家、それこそなんだろう、経済の専門家なり、コロナの専門家なり、そういうところとなんか意見が合わないとか、分裂して仲が悪いとかね、そういうことは起こりそう。ここがね、家庭とか家族とかなんだよね。内閣の家庭ってなんや。なんや。ね、個人関係だとさ、あと、国の、ね、国占うときはね、第四ハウス、ここはなんか災害とか、国土とか領土の環境みたいな国家だとね、なんだけど、内閣だとなんだろう、内閣の家族的なもの、地盤となるようなもの、難しいね。ちょっとなんて表現したらいいかと、それがね、政策とか地盤、なんだろうね。それが無知無計画なのね。うん、こう、ちょっと無謀な感じがするの。で、それについになってる。ここがね、その国の最高権力者。内閣の中の最高の人だから、あと、仕事、個人鑑定で、個人で見るときのここは、人気運とか、仕事運とか、名誉名声なのね。が、戦車の逆なので、岸田さんの人気とか、うん、仕事運があんまり良くない気がする。で、ここがね、個人だと、娯楽とか、レジャーとか、で、国家だと出生率とか穀物の生産だからの、内閣だとなんだろうな、何かを生み出すみたいな感じだよね。何を生み出すんだろう。例えば法案を生み出すとか、なんかその作り出すみたいなのが、皇帝の逆なので、皇帝が力を発揮できないか、それがワンマンか、ワンマンってことないよね、岸田さん。どうだろう。まあ、あるかもしれない。あり得るかもしれない。そこが悪い。こことここ、ついになって皇帝の逆と法王の逆なんだ。第11ハウスは、グループの運勢です。グループ内のコミュニケーションとか、こっちがパートナーだったでしょ？これはね、大勢の中のコミュニケーションとかなんですね。コネクションとか。それもなんか孤立するみたいな感じよ。また出たね、頭が硬すぎるとか、古いものを捨てられない、もしくはマナーモラル、常識を破る人がいるか。こことここで皇帝と法王が逆向いてるから、麻生さんだろうな。誰かが、岸田さんかもしれないし、岸田さん以外のもっと上の人がこう、暴走して、わがーってわがままし放題するかもしれない。で、ここ、第6ハウスはね、なんか、就労とか健康とかね、個人だと。で、国家だとね、雇用状態とか軍事関係なんだけど、内閣だとなんだろうな。雇用状態、健康。第6ハウスが内閣にとって何なのか、誰か教えて。ここ何なの？すごくいいんだけど、女帝が出てるんです。これはいい。すごくいい。ただ、第6ハウスを内閣に当てはめると何のことを言っているのかがちょっとわからないので、すいません。誰かちょっと教えていただけると助かる。で、それに対になってる、ここね、第12ハウスは、潜在能力とか、まだね、秘めている能力とか、で、悪いカードが出ると、ね、敵とかスパイとかね、スキャンダルとか、災難とか、そういう感じなんだけど、優柔不断かな？優柔不断さが、何かこう、悪いものをね、引き寄せてしまいそうな感じがする。岸田さんの優柔不断さなのか。ね、優しくて人がいいのはわかるけど、スパってこうね、決められないのかも。どうだろうね。優柔不断さがここに出ております。はい。ホロスコープ法で見ても、そこはっかとなく、なんとなくうっすら悪いね。じゃあ、1年間、月別で見ます。これさ、この前、コメント欄で教えてくださった方がいて、なるほどって思ったんだけど。時間、時刻ごと、時計に対応してやれば迷わないんじゃないって言われて、なるほどって思った。でもそんな器用なことできるかな。10。いきなり始まりの月から死神ってどういうことよ。まだ始まってもないのにさ。どういうこと？ 10、11、12、こうやって時計と同じに出せば、時計と同じだから読みやすいんじゃないってリスナーさんが教えてくれたから、なるほどなぁと思って、じゃあそんな感じで並べてみるよ。これでいいかな？この辺見えてないね。
はい、ズバッと出ました。1年間の運勢は、ほぼほぼ悪いね。まず10、11月発足の当初がめっちゃ悪いでしょ？で、10、11、12はまあまあラッキーで、1月、2月もまた悪いよ。世界の逆とかなんか中途半端に終わっちゃうみたいなさ、そんなカードだしさ、1、2でしょ、3も悪いでしょ、1、2、3、4、4月まで悪い、1、2、3、4、ほぼほぼなんか12月から4月までずっと悪いみたいな感じ。5月になってようやくいいです。5、6、7はいいね。5、6、7、恋人、審判、釣り人なので、なんか結果は出そうだけど、ここまで残ってたらね、残ってたら、この辺で中途半端に終わらないとするならいいけど、で、また8、9月が悪いね。いい時が来年の6、7、8月だけ。はい。そんな感じでございます。そんなに辛いんか。あ、待って、もうすでに24分も、25分話しちゃった私。これ2本に分けよっか、どうしよっか。じゃあ、国民はどうなるか。国民はどうなるのかのケルト十字法いきます。